アマンデス・ゴットフリート・アドルフ・ミュルナー・アマンデス、ゴットフリート・アドルフ・ミュルナーは、ドイツの劇作家。ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーの老いとして、バイセンフェルス近くのランゲンドルーフで生まれた。父は、ハインリヒ・アドルフ・ミュルナーで、母は、フリーデリケ・フィリッピーネ・ルイーゼ・ビュルガーだった。ライプツヒ大学で法律を学んだ後、バイセンフェルスで、代弁者として、名声を得て、 1799年にインセスと、オーダーデア・セホーツジスト、ホン・アビニオンという小説を出版した。その後、バイセンフェルスにあるアマチュアの劇場のために悲劇を書き、フランス風のデア・アンゴリッシェ・カーラーとデア・ブライルズを書いた。一方で、2月29日や、罪といった悲劇も書き、いわゆる運命劇の作家の代表的人物になり、一時はドイツ語圏の劇場で、 罪がしきりに演じられた。その後も刑にインガードや大オールブネーゼリーを書いた。一方で、法律家としては、宮廷会議入りを果たし、いくつかのジャーナルの編集者にもなった。1829年6月11日、バイセンフェルスで死去した。1802年、アマーリエ・クリスティアーネ・フォン・ローガウと結婚、4男2女を設けた。ありがとうございます。